羽入譲る、総額1億3000万円以上。3.11から12年続けた東北への寄付。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。東京ドームでの疲れを癒す暇もなく、来る、3.11のショーに向けて準備に明け暮れているようです。イベント関係者。 2月26日に前代未聞の東京ドーム単独公演を成功させたばかりの羽生譲る28だが3月10から12日には地元宮城県でのアイスショー羽生譲るノットステレイトに出演するこちらもまた格別な思いで臨む公演だ被災者の一人であるハグさんが東日本大震災から12年で挑むショーです競技者時代はシーズン中だったので 3月11日に被災地でショーをするというのはなかなかできることではありませんでした。本人もやっと大切な日に演技できると思いをかみしめています。全室イベント関係者。ハブはこれまでも並々ならぬ思いで被災地に寄り添ってきた。被災当時は高校生。避難所生活も経験しましたが、震災1ヶ月後にはチャリティ演技会に出演。また、十二年に出版した初の自助伝の印税すべてを 自身が被災した場所でもあるアイスリンク仙台に寄付しました。事前の知らせなく数百万円が振り込まれたので、リンクの運営会社側はとても驚いたそうですよ。スポーツ指揮者。その後もリンクへの寄付は続き、総額は3000万円以上に上る。今年2月に自助伝の続編を発売したが、その印税をアイスリンク仙台へ寄付すると明らかにしている。ソチ五輪から帰国した際には、まだ19歳でしたが、 報奨金の使い道を聞かれ、寄付に使うと即答して、報道陣を簡単にさせました。平イ五輪の時も同様ですが、宮城県と仙台市に寄付しています。全室スポーツ指揮者。本市が報道を元に確認できただけで、ハブが関わった東北への寄付金の総額は1億3000万円以上。直接的な寄付だけでなく、例えば平イ五輪の時の仙台での外線パレードの経済効果は、 18億5000万円と発表されています。そうやって彼が被災地を盛り上げてきた場面は、この12年で数知れません。全室スポーツ指揮者、昨年7月にプロ転校してからは、仙台を拠点にすることを明言。東北への思いは高まっているようだ。プロ転校直後に地元テレビ各局に出演して話題になりましたが、地元メディアには今後も定期的に出演する意向があるようです。また今年から、 ニュースエブリー。日本テレビ系に数ヶ月に一度出演することに、被災地の思いを伝えていくといい、打ち合わせに積極的に意見を出しているといいます。テレビ局関係者。来る宮城での公演には、人々が少しでも笑顔になれるきっかけになればという思いが込められる。会場では地元の物産も販売され、地元グルメを食べられる飲食ブースまで設置されます。地域一体を巻き込んだショーになりそうです。 全室、スポーツ指揮者。被災地にもっと笑顔を。ハブの思いの風化することはない。女性自身、2023年3月21日号。羽生ゆずるプロフィール、宮城県出身。2014年ソチ五輪に出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。2018年平正オリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。 2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャネル